はい、こんにちは、タカです。まずはじめにこの動画では黒線を中心に見ていきたいと思います。ドル円やドルストレートの通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。ということで、黒線ですからやっぱり円の動きというのがすごく大事になってきますけれども、今週は円がすごく注目された、そんな1週間だったと思います。とにかく円が弱かったですね。この円売りの流れというのを、まずはチャートから見ていきたいと思います。こちらが JXY 円指数になります。1時間足に日足を重ねています。こちらは円の指数になりますから24時間動いているわけでもないです。参考程度に見ていただけたらと思いますけども、今週円が弱かったですね。大きな売りが入っています。これも大事なポイント割ってきたように思うんですけども、どう見えますかね。もともとは11月の後半ですね、しっかり買いが入った場面がありました。この場面において円買い、これやっぱり注目されたと思うんですけども、結果的にこれって高値抜けなかったんですよね。これがすごく大きいとは思います。上値が重い、高値を試して抜けないんであれば次は安値を試す、よくある形ではあります。直近安値がまた下にありますから、下げ余地があると。そんな環境で直近のサポート割り込んでしまったら、これは下を向いてくることになるんじゃないかなと。高値から見たら売りのトレンドということにもなってきそうですからね。今週はかなり円の売りが強くは感じましたけどもね、この程度では済まないかもしれません。もう下の方に抜けてしまいましたので、この下にはまだまだ下げ余地がある。円の売りというのはもうしばらく続くことになるかもしれません。もちろんまあすんなり下げるとは思わないですけどもね、途中調整なんかも挟みながらということになりますけども、この円の売りはしばらく見ていくことにはなるかもしれないですね。円はすごく弱く感じます。はい、こちらが日足に月足を重ねています。月足を見ていくとすでにもう安値更新してきてるんですよね。今年の最安値を更新してきてる形、まだ引けてないですから、どこで引けるかにもよりますけどもね。ただ2021年明けてから円はすごく弱いです。陰円売りが続いている状況です。今年1年ずっと円というのは弱かったんですよね。そんな中で直近の安値を割ってきた、円の売りが強く出てきた形になっていますから、これを逆張りする必要があるのかなとは思ったりはするんですよね。どこかでしっかりした買いが入ってくればこれは別ですけどもね、そういった流れも見えてないんであれば、まずは僕なら、この円の売りの流れ、これを見ていこうかとは思います。この円が弱い状況、これを踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロ円、4時間足に週足を重ねています。このユーロ円、直近高値抜いてますからね、強い流れも見ていたわけですけども、今はこのサポート割ってしまってます。現在は高値から見た売りのトレンドを見ることになりますから、現在のこの買いというのは調整の戻りに過ぎないんですよね。どこかで流れが止まれば再度売りは入ってくるかもしれない。縮尺を少し小さくした方が分かりやすいかもしれません。同じチャートなんですけども、少しサイズを小さくしています。そうするとここの売りのトレンド見えてきますかね。であれば戻ったら戻り売り、流れが止まればですけどもね、また売りを見ていく環境は出てきそうです。ちゃんとこれ高値は切り下げて、安値も更新してきてるんですよね。もう完全な売りのトレンド、目線としてはショートということになってきそうです。ただしこのユーロに関してもね、買い材料がないというわけではないんですよね。はい、サイズがどんどん大きくなりますけども、これが日足に月足を重ねています。月足見ていくと強い上昇トレンド、現在は調整の動きなんですよね。ということは流れが止まればどこかで買っていきたいチャートということになりますけども、この流れがなかなか止まってこない、これが少し悩ましい部分ではあるんですけども、今月少し下抜けましたね。128円、少し悪いような局面もありましたけども、この128円をサポートと考えていけば、もしかしたら波の反転も起こるかもしれませんね。ただそれは12月のこの月足を見てからということになりますから、まだまだ先の話。まずは12月の月足確定を待って次の流れを見ていくことになりますから、慌てる場面ではないと思うんですよね。ですから波の反転なんかを見ていくのも面白いと思いますけども、少し長い目線で。はい、チャートの方戻ります。それまではこの売りの流れ見ていくことになるかなとは思います。ただ今これ調整の戻りが入ってますからね、今すぐショートをするかどうかはこれは完全に別問題。むしろ底値圏で足場作った後に反発の形が見えていますから、今の環境であればこの調整の戻りをロングで見ていく、それぐらいの環境かとは思います。ですから短期的には目線はロングで、来週もこれ高値更新はまずは見ていくことにもなりそうですけどもね、ただどこかで流れが止まる、上値が重くなる、そんな環境が見えてくればこのチャートを思い出したいですね。下落トレンドです。高値は切り下げて安値も更新しています。この売りの流れが強く出ているというのは忘れないようにしたいですね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足を見ていくと下落トレンドだったんですけども、一旦流れを止めた、戻りの高値も抜けたということで、今はこの底の部分からの上昇トレンドを見ていくことになるんじゃないですかね。
戻り売りがしっかり入ったんですけども、安値を更新しなかったというのがすごく大きいと思います。結果的にこの高値も抜いてきてますからね、これは強いなと。基本的にチャートというのは僕はもう結果を見て判断すればいいと思いますからね、今の結果というのは高値を抜けたという結果になっていますから、ならばロングを見ていきましょうということになりますね。目線はロングですね。高値更新はもちろんこれは見ていきたいですし、多少調整が入ったところでまずは押し目買いですね。まあ背景としては円が弱いというところだと思います。この円安、円の弱さは来週も見ていきたいとは思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見るとすごく強い状況、ほとんど押しもないような状況ですけども、ようやく木曜日金曜日あたりで少し調整が見えています。ただこの調整、金曜日のこのような小さな調整を意識してしまうと、少し足元を救われてしまうかもしれません。というのもすごく大きな上昇トレンドがあったわけですよね。一旦流れが止まってくるんであれば、それなりの値幅の調整というのはこれは考えておきたいです。この値幅って大体20ポイントほどしかないですからね、少し値幅としては小さすぎるように思います。もう少し大きな調整があってもいいんじゃないかなと。例えば金曜安値を割り込んだからといって、これがすごく何か影響を与えてくるかというと、そういうことはないと思うんですよね。もう少し大きな値幅、大きな調整というのを意識していけば、例えば木曜安値とか、これが129円の10とかそのあたりですかね、そういったところのサポートも見えてくると思います。あまり小さな動きにとらわれすぎないようにしたいですね。目線としてはロングですから買い場探し、そのためにはまずはサポートが必要ですからね。来週月曜日、まずはこのサポート探しからのスタートになりそうです。調整になっていますから、なるべくこの上の方では買いたくはないんですよね。レンジが見えている以上はレンジの下に引きつけてのロングは意識していきたいところ。そもそもまあユーロもそんなに強くないですからね、積極的に見ていくんであれば、この後見ていくポンドやゴードルあたりをね、注目した方が面白いとは思います。ただまあ円が弱いですからね、目線としてはロング、買い場を来週は探していくことになりますね。はい、変わりましてこちらがポンド円4時間足に週足を重ねています。個人的に一番注目している通貨になります。今ポンドかなり強いですよね。加えて円もすごく弱いですから、通貨の強弱の差がすごくはっきり見えています。今週もこれ下から上見ていけば3円以上上げてるんですよね。すごく強いトレンドになっています。当然直近の流れだけを見ていけば、来週も高値更新を見ていきたいところですけども、もし上値が重い形が見えてくると、この辺りの値動きは目に入ってくると思います。下落トレンドの戻りの高値ということで、これを抜けるかどうかはすごく大きなポイントの一つにはなってはきそうです。ただそもそもこの下落トレンドもね、直近安値これ割ったとは言えない状況ですから、ここに強い上昇がありますからね、あくまでこの下落に対しては調整の売り、サポートされたと見ていくんだらば押し目買いという形も見えてきますんで、どっちが優勢というわけでもないんですけどね。そして直近ではすごく強いトレンドが出ています。まずはこちら優先で見ていくことになりますから、ロングロングになりますけども、どこかで売りが出てきた際にはこのチャートを思い出したいですね。もしかしたら戻りの高値が意識されてくることになるかもしれません。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。レンジから上の方にブレイクした強いトレンド、動画内でもこれは繰り返し言いましたけども、僕はここのトレンドよりも大事なのがこの前だと思っていて、ここに強いトレンドが出ています。一回抜けてるんですよね。これは利上げの発表によって抜けたわけです。ポンドに買いが入ったんですけども、これ潰されちゃったんですよね。ただこの売りは安値を割ることはなかったです。高値を試してダメなら次は安値を試すというのはよくあるパターンではあるんですけどね、この下にも抜けなかった、再度この高値を抜けたことで一つの決着はついたかなと思います。決着はついているわけですから、この上昇をまずはしっかり見ていきたいですね。来週もこの高値更新は当然意識していくことになりますし、なんなら調整で押しが入ったとしても、この押しもまずは拾っていきたいですね。目線としてはもうロングです。問題はもうどこで買っていくかの一点に絞っていくことにはなりそうです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。すごく強いトレンドがここに見えてますけども、さすがに金曜日は少し値動き止まりました。調整局面ですね。これを調整と見て、レンジの下限からロングを見ていく。まあ別に間違ってはいないんですけどもね、この値幅少し考えてもらいたいんですよね。あとは出来高ですかね。金曜日はもう参加者すごく少なかったわけです。基本的に僕はこの日の値動きというのは全く気にしなくてもいいぐらいに思ってますんで、そもそも今見えてるこのレンジがレジサポとしてしっかり機能してくるかどうかは少しわからないと思うんですよね。もともとこれだけの強いトレンドです。調整が入ればそれなりの値幅の調整が入っても何もおかしくないわけです。この上昇3円以上の上昇ですからね、300ポイント上げた調整がたった30-40ポイント、それで済むのかどうか、そこは慎重に判断してもいいんじゃないかなと思うんですよね。週明け月曜日、こういったサポートを利用してロング見ていくのもいいと思うんです。ただもし割れてしまった時に、この位置は相当な高値圏ですからね、基本的にやっぱり高いところのロングは捕まりたくはないです。
安いところのショートは捕まりたくはないです。であればこのあたりロングしていくんであれば、割れた時にしっかりロスカット、そういったのはしっかりやっていかないといけない、そんな場所だとは思います。ずるずる行ってしまいそうなんであれば、僕ならもう押しを待った方がいいのかなと思いますね。僕なら木曜休ね、この辺りまでの押しなんかも全然ありえそうだと思ってますんで、今の位置からだとこれ100ポイント下ですからね、これだけの押しが入っても環境が変わらない、それだけの強いトレンドが今回出たということになりますから、この波のサイズ感というのはね、しっかり把握はしておきたいですね。ただまあ目線としてはもうロングですね。ポンドが強い、円が弱いというこの環境は来週もしっかり見ていくことにはなります。なかなかこう強いトレンドが出てくると足場らしい足場も出てこないですけどね、こういった足場が出てきた際にはしっかり見てはいきたいです。来週月曜日はまずはこの金曜高安ですかね、これが本当に正しいレンジなのかどうか、ちゃんとレジサポートして機能してくるのかどうかですね、このあたりしっかり見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円4時間足に週足を重ねています。この5ドル円が少し悩ましい。これ動画でもたびたび言ってますけどもね、このサポート終わったかどうかで判断だいぶ変わります。もともとここには強い上昇トレンド見えてますから、これ割っていないと考えていくんならば押し目がだと思うんですよね。目標は直近高値、もしくは抜ける動きを見ていくことになります。ここの部分に関しては僕はもう行ってこいで見ちゃいますけどもね、包み足で一旦サポート見えたという形で見たいなと思いますけども、ただ実際割れてますから、これを割れたと見ていくんであれば売りの流れが見えることになります。戻れば戻り売りですよね。今のところはこういった両方の流れが見えていますから、少し難しい環境だと思います。ただ今週はもうかなり強かったですからね、円も弱かった上に5ドルもすごく強かった、しっかり波が見えてますから、まずは回遊戦で流れを見ていけばいいんじゃないですかね。どこかで流れが止まった際にはこの青い下落トレンドは意識はしていきたいです。はい、こちらが日足に月足を重ねています。これ月足環境を見ていくとレンジ相場が見えてくるんですよね。まあ、単なるレンジではあるんですけども、今月反転したポイントというのはレンジの加減です。これを見るとやっぱりサポートはされているのかなと。下何度か試してますけども毎回抜けてないですからね。今はこのレンジの下から上まで買いが入ってるのかもしれません。レンジ上限85円ですから、まだまだ上げ余地もあります。こういった環境を見ていくと目線ロングかなとは思いますけどね。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。金曜日一旦流れ止めてますけども、これは僕はもうあまり気にしなくてもいいかなと思います。その参加者が少なすぎますね。ここまでに至るトレンドは上昇トレンドです。しっかり足場を作ってブレイクしたという流れが見えていますから、この動きはすごく大きいんじゃないですかね。当然来週もこの高値更新は見たいですけども、多少押しが入ったところで目線ロングは変わらないですね。波の起点は80円の70あたりを見ています。これを割ってしまうとさすがにいろいろ考えますけどもね、今現状はそこまで考えなくてもいいかなとも思います。買い場探しですね。今はこのトレンドの真っ最中ですからね、当然来週月曜日は高値更新をまずは見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。すごく強いトレンド出ていますけども、この辺りで少し流れが止まってきましたかね。木曜日金曜日のこの調整を意識してしまうと、安値を割った時に売りが出たと、そう判断してしまうかもしれません。ただこのトレンドかなりの大きなトレンドです。もし本当に調整が入るんであれば、それなりのサイズの調整というのはこれは覚悟はしておきたいですからね。あまり小さな調整を意識してしまうとも簡単に抜けてしまうことにもなりますんで、もうワンサイズ大きな調整ぐらいを意識して見ていきたいですね。例えば木曜安値、この辺りまでの押しなんてのはもう全然あり得るんじゃないですかね。現在地から見ていくと50ポイント下、レンジの加減が82円の20あたりになってきますから、適当にロングをしてしまうとこの50ポイントを耐えないといけない。かなりの値幅になってきますからしんどいと思うんですよね。さらにはレンジの現在は上限です。強いから買うというのは何も問題ないんですけども、この位置はレンジの上限、抜けてくれればいいですけども、抜けなければ再度売りが出やすい場所でもありますから、そこは慎重に判断してもいいのかなとは思います。目線としてはもちろんロング、円が弱い、5ドルが強い、こういった環境を見ていきたいですけどもね、この位置から買えるかどうかは慎重に判断をしたいです。買う場所は厳選したいですね。少なくとも買っていくんならば信頼できるサポートをまずは見つけて、そこからロングはしっかり見てはいきたいところだと思いますね。はい、ということで、今週はすごく円が弱かったです。この円売りの流れをまずは継続して来週も見ていきたいと思います。波の反転とか上値の重さとかそういったものももしかしたら出てくるかもしれませんけども、基本的に僕は波の反転というのはそれなりに時間をかけて反転していくことをイメージしていきますんで、こういった急反転ってそんなに想定しないんですよね。ですからまあサポート割れてしまったら投げて様子を見ていけばいいだけの話ですから、あまりこういった急激な売りというのを今すぐ見ていくというのは今のところはするつもりはないんですよね。強い流れを継続して見ていく、その結果高値を抜くことができないとか、上値が重いとか、少し調整の動きが見えてくるとか、
そういった流れになった際のこの上値の重さはしっかり見ていきたいと思いますけどね。現状は強い流れが見えていますから、こちら優先ですね。買いを見ていきたいと思います。来週月曜日、まずはもう高値更新ですね。継続した流れを見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルストレートの通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。